皆さんこんばんは、リサです。はい、今日の動画はとても珍しいタイプの初めて撮る動画になりますが、私本当によく扁桃炎を起こすんですよね。そしてよく熱が出て寝込むので、今日は風邪ひいた時とか熱出た時のお家での過ごし方っていうのを紹介していこうと思います。ちなみにガチです。夏頃ぐらいに4年ぶりに扁桃炎になって、またそして2ヶ月ぐらいしてなってしまったので、今年は扁桃炎イヤーですね。一旦体がだるいので多分熱がありそうだなと思うんですけど、何度か測ってみようと思います。うちはオムロンです。5と見た。おほほほ、大正解。先生なんで君が熟睡してんの。おしっこついてるよ。君が一番気持ちよさそうに寝てるね。しんど。大体いつもここでひっついてます。私が具合悪い時も具合悪くない時もよく寝ます。この人はね。それよりも足におしっこついてんのめっちゃ気になるんだけど、ちょっと元気になったら洗うな。足ちょっと見せてごらん。ここ先生で、お風呂おかわり、お手ありがとう、おかわりありがとう。はいね、教育は怠らず。うっせ。それ丸でしょ。はい、ということで飲み物ないと脱水に結構なりやすいタイプなので、お家に置いてある備蓄しているこのタカラミネラル濃縮タイプっていうこのちっちゃいカンカンがあるんですよ。これ 195g で、で濃いめだったら1リットル、薄めだったら2リットルっていうことで相当濃縮されてるので、もともと私 OS1 とかペットボトルでに家に置いたりしてたんですけど、幅取っちゃうんで、これを数缶置いておけば一人暮らしの人でもいざ風邪とかそういう風になった時にめちゃくちゃ幅も取らないし安心できるということで、この濃縮されてるタイプは意外といいんじゃないかなと思います。私はねマキシマリストだから関係ないですけど、ミニマリストの方も備蓄におすすめかなと思います。なんかこういう濃縮の薄めるやつって、私中学の時バレー部だったんだけど、バレー部の時粉のポカリみたいなのをよくなんか樽みたいなやつに溶かしてなんか部活のドリンク作ってたなっていうのを、こういうのをね作ってるとすごい思い出すよね。なんか間違ってちょっと濃度を薄めにしちゃった時のまずさ、やっぱりねっていうことなんだけど、これ結構ね甘めなので、私は甘い飲み物あんまり飲まないので結構薄めさせていただきました。はい、というわけで、まあ、2リットルちょい分ぐらいの飲み物を確保したのでバッチリです。
だよお前は。これが欲しいのか。これ。おう。去ってったわ。1個目じゃじゃーん、顔拭くやつでーす。まあ汗かいたりなんだりした時なんか顔キモってなる時あるんで、顔のワイプがあると便利です。ボディーシートでーす。だからこれちょっとマイナス3度なので、涼しくならないやつの方がいい。結構体温奪われたり寒い感じするとこういう時には向かないので、ちょっと開けてたのがたまたまこれだったんですけど、冷たくないものの方がいいかと思います。こちら、はい、いろいろ私お薬入れてるやつですね。まあこういう時はでもサプリメントとかは基本的に飲まないで、まあ対症療法なんで解熱剤だけ飲んでます、いつも。はーい。で、あとはポタオル、まあ汗めっちゃかいたら拭いたり、枕のとこ敷いたりみたいな感じで、これは新品ではなく多少何回か使ってよく水を吸うもの。そして私好きなのがバスタオルじゃなくて、このちょっとフェイスタオルより大きいサイズのタオル。まあ汗がすっごかったら下にね、背中に敷いてこの上に寝てもいいし、まあ枕にこうしてもいいし、着替える時に汗をがっつり拭いてもいいしっていうことで、大小のタオルを置いときます。はい。で、解熱剤飲んだ後だいたい汗出るので、まあでも汗って言うても7度台ぐらいじゃ全然ねそんなかかないと思うんだよね。一応長いズボン、まあ、これ LA で買ったやつだっけ、ハワイで買ったやつかと、ちょっと元気が出るように昼間の島村昼間の島村を買ってみまし、買ってみない準備してみました。そしてね、まあ多分、解熱した直後暑いからちょっとしばらく T シャツでいたいんだけど、すぐね寒くなってくるので、まあこういうタイプのものか、まあ、こういうジェラピケとかのあったかいやつ。はい。これを、すぐ手の届くところに、置いておく。はい。絶対役に立つからね、君たちは。で、さっき。何？もちろん、体温計と、魔法瓶。すっごい冷たいの嫌いなんですけど、ぬるいの嫌いなんで、ちょっと冷えててほしいから、魔法瓶のやつに、まあ、今回は、だからか、入れましたね。そして、これ。なんかまあ薬飲む前多少食べたりっていうのを考えた時に、フルーツならまあ食べれるかなみたいなテンション感だったんで今日なので、こんな感じ。ただ今日ちょっとこれからね、オンラインでちょっとお仕事がねあるので、その時間がちょっと夜なんで、今すっごい微妙なの。今ね4時半とか4時半ぐらいで、この時間に飲んじゃうと、ちょっと効き目が悪くなってくる場合もあるから、この薬だと。なので、ちょっともうちょっとしてから飲みたいなって感じなんだよね。
本当は、本当を言うと6時ぐらいに伸びたいかなって感じなので、ちょっと、まあ、今回そんなそこまでしんどくないんで、ちょっと我慢しようかなと。ちょっと今もう体がめちゃだるで、もともと平熱6度5とか6度8とかなんで、7度5ってじゃあ高いのかと言われるとめちゃめちゃ高いわけではないんですが、なんか自分的に今までいろいろね、風邪ひいたりインフルになったり咽頭炎だったりしてきているが、37度5から37度8とか9とか、この7度後半が私一番体がだるいので、もう8度を超えちゃうともうパーンって感じでいいんですけど、なのでちょっと今めっちゃだるなんで、まあでもこれでね、この上着1枚で寒さなんとかなってるんで、まあ今熱のねてっぺんなのかなとは思うんですけどね。1時間ぐらいしたら飲もうかな。もうそれまでにしんどくなったらもう飲みます。はい、揚げた氷を人のベッドの上に持ってきて食べるのやめな。また始まった、また始まったよと。具合悪いんだよ私は。なんであんたが一番いい位置にいんのさ。邪魔なんだが。邪魔なんですけど。何その顔。可愛いけどさ、ちょっと遊べないけど。そこも縦に寝れない？今横だから縦に寝れない。全然。そう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 。インガーディアムレビオーサー。インガーディアムレビオーサー。順調に上がっとる。全然。7の8っす。オーサー。ついに大台39まで行ってしまったので、5時半なんですけど、まあ薬をね、飲もうかと思います。早く下がりますように。ナナはこんな感じです。ビちゃん、ちょっとやらなきゃいけないことがあるから、ちょっと待っててね、やるかねんな、逃げた、へへへへ。おお、水よりがすごい、寄り切り寄り切り、はいはい。あ、なに、ここでひっくり返っちゃう。足にね、そうおしっこついてるから絶対洗うからね。はい、逃げたね。はいはいはい、ちょっと待っててね。洗濯物とか しないといけないの。ゆら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 、はい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 、サンキューサンキュー、はいサンキュー。洗濯物をする前に、まず洗濯物をする前に洗濯物を畳まなきゃいけないっていう、めんどくさいとこ感じなんだ、わかる？犬の手も借りたい、犬の手借りたい、めんど、叩くのめんど。OK で、公園にあるのしまってと、ぐっちゃぐちゃなのでここも綺麗にします。しました。ちょっと小屋をきれいにします。おトイレね、きれいにしましょう。ちょっとご飯食べてる人いるかもしれないから。はい。お待たせしました。はい、次のお題でお待たせしました。はい、
蹴らないでよ。絶対そこに蹴るんだから。どうぞ。お手かわりせせ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 せ。よいしょー。痛い痛いよ、ほーちゃん。痛い痛い。騒がしい。あ、どうぞどうぞ。ちょっとお薬。あ、だだだ。いいよ、もう他は大丈夫だから。はい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 。どうぞどうぞどうぞ。充電中です。どうぞ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 。はい。ハイファイ、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 ハイファイ。おい、疲れちゃったの？何、あんた4回まで？痛いんだよ、意外と踏まれると。それいいかもしれない。そうだ、あんたおしっこついたの洗わなきゃ。そっちがいいの？何やの？にゃんに、分かった分かった、一旦じゃあ撫でてあげるから。はい、熱いの？お腹熱いの？冷やしてあげる。はい、というわけで今回は私がガチめに、まあ、熱出た時の過ごし方っていうのを今回ね紹介してたんですけど、まあ一人でもね、なんか家に備蓄ないとコンビニまで行くの結構しんどいし、プラス犬とかいるとね、まあなんかそんなにすごい世話って言われるとそんな大してないけど、なんかトイレ片付けたりするのって結構しんどかったりする時あるので、一人暮らしでね、犬いるとすごいね、癒しで可愛いなっていうところはあるけど、まあ大変な面もあるので、はい、まあそういう感じですね。なので、家の備蓄は大事だ。ストックは非常に大事だ。この動画からそういうことがみんなに伝わればいいかなと思います。というわけで、今日の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。